どうもくわちゃんです。よみちゃんです。今日はベルトの販売について大事なお知らせがあります。はい。ついにほぼほぼベルト完成しました。パチパチパチ、ビンビンもパチパチ。ほぼ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 と言いますのも、実を言うとですね、今日半分の11個発送しました、イエーイ。なんで半分だけ発送しちゃったんだって。なんかできてるのから送った方がいいかなって、くまちゃんが言ったんやって。ここのやつできてるから送っといてって言ったと思うんだけど、それでね、ゆみちゃんの勘違いによりよしって言って、うん、梱包してね、気合い入れて半分の11個送っちゃったんだよね、うん、ベイビーのために。そうだから作ってるところがね、うん、まだ編集ができてない。そうそうそうなんだ。これ急遽、急遽ちょっとこれほぼノーカットでいくと思われますが、うん、でも、まあ、一応発送しましたよっていう、ね、しかも半分も誰のどこ、誰かは分かんない。控えがあるからね、分かるよ。でも、まあ、今はこれ、そんな今、どういうこと？動画ではお知らせできない。動画ではお知らせできんから、約半分の方、うん、明日届きます。2分の1の確率で明日ぐらいに届きます。一応まだ半分がね残ってて、その半分がもうちょこっとなんだよ、ね、残りの半分がこんな感じ。まだもうちょっとね処理したやつとか、ボタンがちょっと足りなかったやつとかなんだけど、でまだこのナンバーのところがもうちょっと処理がまだ、そう、もうちょっと綺麗になりますね。でちょっとねロゴも綺麗に打てたやつとそうじゃないやつとがね、あるんですけどね。そう、ちょいと不慣れだったんで、番号もねちょいとずれのやつとかあるんだけど、うん、もうちょっとあんまり見えんところやから、あの、うん、ご愛嬌ということでよろしくお願いします、うんうん、あんまりにも嫌だったら、あの、対応しますので連絡ください。いやこれだいぶね頑張って、初めてにしてはめっちゃ頑張ってる、うん、頑張った頑張った、うんね、これ後ろ側のね仕上げまで結構頑張ってやったんですよ。ツルツルなの、これ俺が前使ってたサベルト、うん、見て、これ裏側仕上げしてあるかどうかで結構なんかね感じが変わりそうだよね、うん、結構ツルツルなんですよ、ね、のりがついて、うん、こういう未加工の加工してないやつはこういう感じでね、これはこれでこういう売り物で売ってるけど、うん、これはちゃんとこれで処理したやつ、うん、横のところもちゃんとツヤツヤになってます、うん、できるだけ長く使ってもらえるように、うん、こういう感じだとやっぱりなんか伸びちゃうし、うん、パキパキになっちゃうね、うん、そう、一生懸命ね頑張って作りました、はい。まあ、無事にできてよかったよ。ほぼほぼできたから、うん、まあ、今週中には多分残りの半分も送れると思うので、うん、そう、半分の方もちょこっとお待ちください、はい。作ってる動画はまた別で、うん、別日にくまちゃんが編集でき次第アップしますので、うんうん、制作途中、うん、こんな感じで作ったよみたいなのをね、うんうん、多分ね前さ、デンハムに渡した2本より丁寧だよね。前のそう、ただのやつよりだいぶ丁寧、ね、前のやつ後ろの処理とかしてないし、ね、そう、前がただで、あの、ディアンハムでに置かせてもらってもらってね、くれたやつはそうそうそう、うん、よりもちょっと後ろ側の処理とか横の処理とか小刃の処理とかね、綺麗に丁寧にしてあると思います、うん、時間かけてやったもん、うん、なんでちょっとクオリ、ちょっとじゃないか、クオリティは上がってますので、ご安心ください。ではでは。こんな感じです。ベイビーです。ヒヒ。イエーイ。イエーイ。もうカメラ慣れしてきた。そうだね。カメラ目線してくれるもんね。ベイビー。ベイビー。ではでは。チャンネル登録と高評価お願いします。